皆さんこんにちは、キヨキヨです。はい、久しぶりの配置紹介でございます。今回はタンホール8のホグラッシュとドララッシュに、対抗できるのではないか配置ということで紹介させていただきたいと思います。まずこの配置を見ていく上にあたってですね、やはりドララッシュとホグラッシュっていうのがタンホール8で一番される、なおかつ一番強い編成なので、そちらの2つの編成を意識した、対策配置となっております。まずはですね、やはりこのベース、最近はエアスイーパーの登場によって、空軍ドララッシュで攻められることっていうのがちょっと稀になってくるのかなということを意識して、ホグラッシュにも、非常に意識しております。まず見た感じ、この 2×2 マスが非常に多いんですよね。要するに巨大爆弾がどこにあるか想定しづらいというのが一番のメリットだと思いますね。やはりこうね、これだけ空きがあるとどこからホグライダーを流そうかというのが非常に迷う点だと思うんですよ。まあ、今回はここに巨大爆弾を2連置いて、そしてここに1つ置いてますけども、これは本当にどこでもいいです。しかし巨大爆弾を置くにあたって、巨大爆弾2連、巨大爆弾を2個こうして連ねておくということが非常にポイントになってくるので、それを覚えておいてください。そして対空、対空はどのような対策がされているかというと、こちら、今回はですね、ホーミング対空地雷に、ホーミング爆弾ですか、赤風船が4つ固められていますけれども、こちらはですね、まあ、本当にどこでもいいです。しかし私、エアスイーパーを今回私の場合ですとここに置きました。皆さん、この配置をドララッシュで攻める場合どこから攻めますかね。私はなんか下から行きたいんですよね、個人的にはね。個人的にはこうやってやって、ここら辺をこうドラゴンでたくさん面で取って、レイジかけてレイジかけてみたいな、でこう直進して、でそこでこう後ろから援軍でもらった黒バルーンを流し込んで、ここ破壊してみたいな、そういう単純なね考えを持っていると甘いですね。やっぱエアスイーパーがこの向きです。ここで確かに置きたいんですけれども、こういう風のこの向きにするですね、利点としましては、まあ、こう行きたいところではあるんですけども、まあ、エアスイーパー確実に向いているので、まあ、裏バレもしづらいですよね。もしこっち側は向いていた場合、じゃあこっちから攻めようってなるんですよ。こっちから攻めた場合、こっち、このエアスイーパーの向きですと、エアスイーパーがちょっとね、まあ、無駄になってしまうんですよ。なのでこちらのアーチャータワーとこの対空砲の直線距離、ここら辺の距離を視野に入れつつ、なおかつ左からのドララッシュにも対応できるようにということで、こちらの角度にしてみました。まあ、これはね、まあ、本当やってみないとわからないという部分ありますけれども。そして、もう一つの注目すべきはスケルトントラップですね。まあ、今回はどちらも地上にしてますけれども、まあ、臨機応変にと言いますか、まあ、ドララッシュ結構されるなと思ったら対空にしてもらって全然構いません。私は今はまあ、おすすめとしては、まあ、ホグラッシュがやっぱ一番強いのでね、今ね、ドララッシュ結構ホグライダーではなくて、そのホーミング対空地雷とかではなくて、エアスイーパーによって結構厳しい面があるので、今はちょっとホグライダーメインにやっていきます。ということで、今回はタウンホール8の、結構これおすすめなんじゃないですかね。やはり相手が攻めづらいベースかなと思いますね。はい、ということで、今回はタウンホール8のベース見ていきました。ホグラッシュ対策とドララッシュ対策、ぜひとも皆さん一度試してみてください。ということで、ご視聴ありがとうございました。